はいえー、よろししくお願いいたしま一休、えー、さんの動画5つ目ですかね「我は三河の無志坊主なれば万事に暗くその代わりには有の剣もなく右の空剣もなし有無を離れし人は我が意を知るべし」というまあ歌です、えーまあ、前提のよくあの無の宗教だとか、まあ、こういうことを言いますそして、まあ、こうそういう心に至ることそういうことを無心と言ったりします えー、しかしながらですねよく言うところで、ね、無心っていうのはなかなか、まあ、こう理解されない無心っていうのは何も思わずに考えない心だと、まあ、こういうふうに誤解されやすいんですけどそれではですね本当にこに人間ではなくなってしまう人間には感情もありしますしロボットでもないわけです。えー、善ではよく「バカになる」とか言いますけどこの「バカ」っていうのはただの「バカ」ではなくて善っていうのはとらわれない純粋一図ということを「バカ」と。 ままあそういうい表現をします、えー、思わないのではなく思ったら思ったでいい思わなければ思わなくてもいいその適当とらえない自然の頃まあこういうものを無心と言います基本、えー、人間は物事を人間対立で見ます好きとか嫌いとか善とか悪とか白と黒とまと、あ、こういうふうに見るわけですがその片方を良しと見れば片方がダメと、まあ、いうことになってします。えーしかしえー これはです、ね、絶対的なものじゃないあその人の置かれる立場とか環境とかまたは年齢とか性別とか、まあ、こういうものによってまあ変化もすると、まあ、いうことです、えー。ここで一休さんが言う山鹿の虫坊主っていうのはまあこう寺を持たない虫嫌らのような坊主と、まあ、いうことです。万事に暗くというのはまともな修行をしていないから何も分からず悟りを開いていないと、まあ、こういうことを言ってます。を離れし人は我が いを知るべしとはそのところを越え悟りを開いた者こそその一休さんの心がわかると、まあ、こういうふうに言っています、えー、一休さんの本心、えー、こういうものを読み取れば残念なら、えー、このように、えー、この心がわかる者は、えー、一人もいない、えー、ということになるんだろうと思います、えー、この文章には続きがあります今にては頭を反り死刑を着し 大寺の十字となれば自分にも良き出家となりたると思い他の人よりも尊き出家と思うことなり色物もというのは当然ながら黒ではない頃も派手な頃も、まあ、つまり好意のまあ偉い坊さんということを言っていますで大寺の十字というのは権力のある優秀あるお寺ということそういう寺の十字になると自分でもできた坊さんだと錯覚すると、えー、坊さんは欲を捨てろそんと それそういうことを言うのにですね、そういう寺に入りたいということ自体がこう矛盾してるんじゃないかと、本当に偉いお坊さんとは何か疑問を投げかける一休さんの姿がそこにあります。一休さんはご晚年あの、まあ、我々の本山で大徳寺の住職になりました。 えー、しかし決してですねその、まあ、大寺この大徳寺に近づこうとはしませんでした、えー、各地を転々として、えーまあ、こう移住し、えー、粗末な寄りで過ごしましまたそしてまた一休さんは決して、えー、大衆にこびることはなかった人からどう思われるかなど気にはせず自分の生き方を曲げることもしなかった、えー、実際、えー、人間の眼はです、ね、前についているから自分の顔を見ることはできません、えー、それで必要なのは心の目と。 いいうものになるかと思いますこの心の目を養うため我々は座禅をする、えー、するとですね自分のおらかさ、えー、そういうものに気づいて、えー、自分への思い自分への思いっていうのは事故の思いとか言いますけどあの自我、えー、そういうものを離れて本当の自分というものが見えてくるとら、えー、われがない自分をに気づくことができる、えー、横の虚しさに気づいた時、えー、自我というようなものを忘却し無害へ至ると。 え、有無を離れた、自由な、爽やかな生き方。それを、ま、一休さんは理想としたのだと思います。そうするとなるとですね、善という言葉すら、必要なくなっちゃう。え、他州の違いを示せなくなってしまう。だから一休さんの善は、ま、超善、善を超えたものと、ま、いうことが言えるかなと思います。 「清楽、えー、合わせのという言葉がありますけど一休さんを表すにはぴったりな表現ではないかなと思いますそんな人だったんではないかなというふうに私は思います。えー、相手の生活態度に合わせてピンポイントで導いていく臨機応変なその言動は一見矛盾しているようでその人に的確にこう響いてくるあそういう,こう、まあ、強化の仕方それをまあ一休さんはされていたのだと。 まあ、こういうふうに思います。まあ、そういうことを、まあ、示した一つの歌かなと、まあ、いうふうに。